メインファサードポルト大聖堂は、ポルトガルポルトにある大聖堂。市内で最も古い建造物であり、ポルトガル国内で最も重要なロマネスク様式建築の一つである。現在のポルト大聖堂は、フーゴ司教の講演の下で1110年頃に、建流が開始されて13世紀に完成したが、司教座自体は、スエビ王国支配下の5世紀から6世紀にはすでに、 ポルト市にあったと記録されている。大聖堂は平面が四角形の相当を備えている。いずれも控え壁で支えられ、ドームをいただいている。ファサードには装飾が施されておらず、しかも一種建築様式の混合となっている。バロック様式の張り出し玄関と縦眼模様のアーチの下に美しいロマネスク様式のバラ窓があり、要塞化された教会だという印象を与える。 ロマネスク様式の振動は狭い方でトンネルボールトがかけられている。両側は背の低いボールトの側楼となっている。中央にある振動の石造り天井を支えるのはポルトガルではこの大聖堂で初めて採用された飛び張りを使った技法である。当初ロマネスク様式であった大聖堂はたびたび改築を受けたがファサード全体の外観はロマネスク様式のままである。 バラ窓の内側からの眺め1333年頃、ゴシック様式の総裁用礼拝堂として、ジョアン・ゴルドー礼拝堂が付け加えられた。ジョアンは、ディニス一世の神化として働いた西洋羽根、騎士団員だった。彼の墓は、彼の横たわる像と十二使徒の像で飾られている。ゴシック時代に加えられた他の要素には、十四世紀から十五世紀にかけ、建てられた。 優雅な回廊がある。この時期の王女アン一世は、1387年に、ポルト大聖堂で、イングランド王女、フィリッパでレンカストレと結婚式を挙げた。大聖堂の外側の姿は、バロック時代に大いに改められた。1772年、元のロマネスク様式の戸口が新しい戸口に取り替えられ、塔のドームが改造された。1732年頃、 イタリア人建築家、ニコロナッツオには、大聖堂の側廊側ファサードに優雅な、バロック様式のスズミローを加えた。1801年に勃発したオレンジ戦争では、アマランテで戦闘が繰り広げられる中、スペイン兵士が大聖堂を一時的に占拠したが、地元民の力によって取り戻された。その後、大聖堂を取り戻すために命を落とした、地元民の名を残すため、マグネタイトに、 大理石を重ねた名板が大聖堂の祭壇の後ろに掲げられた。ゴシック様式の回廊内装もバロック時代に変更された。17世紀半ばには礼拝堂の一つに、ポルトガル人芸術家の手による壮麗な銀製のついたてが祭壇上部に加えられた。また、同じ頃、ロマネスク様式の回廊付けアプスが取り壊され、新たなアプスがバロック様式で建てられた。後、 ナッツオーニによって新しい壁と聖職者席が塗られた。礼拝堂内の祭壇棚はサントス・パシェイコに設計され、1727年から1729年にかけてミゲル・フランシスコ・ダ・シルバによって仕上げられたポルトガル・バロック様式の代表作品である。一つの像が支える三つの赤大理石製の聖水板は17世紀の製作である。洗礼室には 聖ヨハネによる洗礼を受けるキリストをモチーフとしたブロンズのレリーフがある。このレリーフの作者はアントニオテイ・シェーラ・ロペスである。南側よ楼はゴシック様式の回廊とつながっている。回廊はバレンティン・でアルメーダによりバロックのアズレージョで装飾された。それらは聖母・マリアの一生とオイディウスによる大変化を描いている。 初期ロマネスク様式の回廊以降にはいくつかのサルコファガスが残されている。テラスはアントニオ・ビダルによってアズレージョで装飾された。聖堂三次会会議所の各館天井には道徳的な意味を持つグーがパッチーニによって1737年に描かれた。ありがとうございます。